はい、どうも皆さん、こんばんは。今日紹介させていただくのはセブンイレブンではなくてですね、ファミリーマートから、ちょっとね、美味しそうなカレーの方がね、新発売で出てましたので紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん。というわけで、こだわりビーフカレーですね、ファミリーマートさんから出てます。税込みで450円で国産米使用ということで、なんかね、こういう感じで、あれですね、カレーとご飯が分かれてるタイプのカレー、今までファミリーマートだとなかったんですけど、まあ、出ててね、こういった形のカレー、非常に、まあ、セブンイレブンのね、あのアンガス種のビーフカレーってすごい美味しくて、これがまあファミリーマートバージョンみたいな感じで出てましたのでね、ちょっと食べていきたいと思います。こだわりビーフカレー、旨味を感じるビーフと20種のスパイス、半端ないですね。ちょっとどんなもんか、で皆さんもちょっとね、ファミリーマート行った際はぜひ食べてみてください。で450円、ちょっと開けにくいぞ。どっから開けるんだ。うん、あ、そういうことね。あれ、これで正解。はい、よいしょ。はい、こんな感じですね。オープン。おお、あ、ここにね、ビーフが、ビーフと、おお、結構色はね、茶色。あ、でご飯が入ってると。これね、こう持ち運びでね、一緒にならなくていいですね。じゃあちょっと投入していきたいと思います。割とね、野菜とかは見えない感じで、こう細かい感じですかね。こんな感じ、どうですかね。このポタポタ垂れてくる。よいしょ。はい、こんな感じですね。うん、うまそう。じゃあちょっと早速いただきたいと思います。こんな感じでね、あー、なんかこう割と細かいかな、一個一個で。ビーフはこういう感じで、いや、美味しそうですね。いただきます。あ、うん、あのね、あ、お肉がすごいしっかりしてる。で、だいぶね、これだと甘口ですね。甘口、本当にもう老若男女ね、楽しめる。結構甘い口かもしんない、これは。うん、なんかそんなにピリッという感じもしないで、多分スパイスとかも入ってないので、多分ね、この味で、ちょっと辛いもの好きな人は物足りないかもしれないんですけれども、うん、美味しい。確かにスパイス効いてる感じはしますね。本格的かも。うん、あ、でもなんかカレーだけ食べるとちょっとピリ辛かもしれない。場所によるのかな。でも美味しいですね。なんかすごく安定感のある味というか、こんな感じ。うん、お肉美味しいですね。美味しい。で、今回カレーにね、いつもなんか入れたくなっちゃうんでね、こういうポケチキチーズ、あんまり、これも初めてです。ポケチキって僕初めてですね、買うの。まあローソンだとね、あの有名な、なんだっけ何チキだあれ、あのゴロゴロして5、6個入ってるやつ、あれ有名ですけど、ファミリーマートでもね、こういうのあるんで、まあ、ちょっとね、投入して一緒にね、こういう感じ。ちょっと一個普通に食べてみます。チーズ味。うん、あ、あのあれだね、ナゲット。うん、おいしい。でこれカレーとね、チーズ味多分合うと思うんで、こんな感じ。ちょっとマイルドなカレーがマイルドになるんじゃないかなと思います。こういう感じですね。落とす。うん、あ、あります。うん、うまっ。本当にね、
カレー大好きで、ココイチとかねすごい行きますけど、最近コンビニもねカレーはいいですね、美味しいですね。うん、ほんとそう思います。こうあとコンビニのいいところっていうのが、こう例えばねこういったあのファミチキだとかね、あとこうハッシュドポテトとか売ってるじゃないですかね、レジ横、ああいうのをねこう入れて楽しむっていうのも一つできるんで、そういったところもねすごくいいかなと思います。まあもちろんねあのカレー屋さん、ただココイチとかね行くともうトッピング、もう魔のトッピングじゃないですか、そこは。なんでトッピング気づいたらなんか2000円近いカレー食ってるみたいなね感じになると思うんですけど、これだと600円ぐらいで楽しめるんでいいかなと思います。美味しいですね。はい、というわけで、ファミリーマートさんから出てますこだわりのビーフカレー、皆さんもねぜひファミリーマート行った際は買ってみてはいかがでしょうか。ではまたお会いしましょう。 See you next time.